煽られは2020年のアメリカ合衆国のスリラー映画。監督はデリック・ボルテ、出演はラッセル・クロウとカレン・ピストリアスなど、ある母子が乗った車に煽り運転を繰り返し続ける謎の男を描いている。ルイジアナ州、ニューオーリンズ。レイ・チェルは15歳になる息子カイルと一緒に暮らしていた。そんなある日、車でカイルを学校に送り届ける途中で、 レイチェルは前を走っていた車が青信号になっても動き出さないという事態に遭遇した。レイチェルはクラクションで信号が変わったことを伝えようとしたが、それでも車は動かなかったため、やむなく追い越すことにした。ところが、前の車の運転手は追い越しに逆切れし、真摯な謝罪を求めてレイチェルを追いかけてきた。運転手の行動は徐々にエスカレートしていき、レイチェルは、 想像を絶する恐怖を味わうことになる。カッコ内は日本語吹き替え2019年5月10日、ラッセル・クロウが本作に出演することになったと報じられた。7月15日、本作の主要撮影がルイジアナ州ニューオーリンズで始まるとともに、カレン・ピストリアスの起用が発表された。18日、ガブリエル・ベートマンがキャスト入りした。2020年8月7日、 ソルビーミュージックが本作のサウンドトラックを発売した。なお、クロウは本作の脚本を初めて読んだ際に、この映画には絶対に出ないぞと思ったことを後に明かしている。2019年8月23日、本作の劇中写真が初めて公開された。2020年5月12日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。7月16日、 本作はドイツで封切られた。8月14日、本作は全米299巻で限定公開され、公開初週末に60万1032ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場2位となった。21日、本作は全米1823巻にまで公開規模が拡大され、週末に400万ドルを稼ぎ出し、 週末工業収入ランキング1位となった。当初、本作は2020年8月28日に全米公開される予定だったが、後に公開日は同年9月4日7月1日7月10日7月31日8月21日と変更されることになった。本作に対する批評家の評価は平凡なものに止まっている。 映画批評集積サイトの6点トマト図には198件のレビューがあり、批評家支持率は48%、平均点は10点満点で5.3点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ラッセル・クロウが演じるストーカーは迫力たっぷりで一見の価値がある。しかし、煽られには知性や深みが欠けており、その面白い設定を生かしきることができなかった。 となっている。また、メトクリティックには36件のレビューがあり、過重平均値は40、100となっている。ありがとうございます。